石坂これろ大正12年7月29日は、日本の幕末から明治にかけての医師、陸軍軍人。最終階級は、陸軍軍医官。陽明、いつくら。美禅国出身。赤松州の次男として生まれ、岡山藩医石坂県僧の養子となる。1860年9月、敵塾に入門し、西洋医学を学び、後に、岡山藩ンとなる。 1872年1月、陸軍軍医となりに東軍医副に任間。1875年11月、広島賃大病院長に就任。1877年2月から10月まで、西南戦争に出生。その後、陸軍本病院第一課長、大阪賃大病院長、東京陸軍病院治療課長、陸軍軍本部所務課長、 陸軍省医務局第一課長などを歴任し、1887年5月、軍医官に進級。同年5月から翌年12月まで陸軍、軍医学社長を務めた。1888年12月、第一師団軍医部長兼衛生会議議長となり、1894年8月、軍医総監に進級し、第一軍軍医部長に発令され翌月から、 日清戦争に従軍した。1895年9月、台湾総督府陸軍局軍医部長となり、翌年1月まで、勤め5月から休職した。1896年12月、第4師団軍医部長として復帰した。1897年3月、制度改正により、軍医官となった。同年9月、陸軍省委務局長となり、 翌年8月に休職した。1900年12月1日、抗備薬に編入され、1905年10月16日に退役した。なお、参考文献には、貴族院議員を務めたとの記述があるが、議会制度100年式貴族院議員名官などには、記載がなく、誤りと思われる。ありがとうございます。